とっておき高松のコーナーです。さあ2月も後半に入り、花粉症の人にはちょっとね辛いシーズンになりますよ ね、はいはい、しかも今年は夏に記録的な高温症であったことが原因で、ここ10年で最大レベルで前年のおよそ3倍の飛散量が予想され、極めて多くなるという見込みなんだそうです。今回のとっておき高松では、今すぐできる花粉症対策について伺いました。 VTR ご覧ください。どうぞ。高松市立みんなの病院耳鼻咽喉科の近藤昭雄先生にお話をお伺いしてきました。まずは花粉症を発症する原因を教えてください。外の世界から物質が体内に入ってきます。でその物質を自分以外の異物と認識し、それを排出するための気丈が、鼻詰まり、鼻水、くしゃみという形となって現れます。花粉症かなと思った時はどうすればいいですか？まず花粉症の時期ですが、一般の風邪症状と、季節が重なっており、くしゃみ、鼻水、鼻詰まりというのは風邪症状でも起こります。しかしそれに加えて目がかゆい、熱がないなどは風邪ではないんで、病院を、訪れてくれたらと思います。まず来た患者さんには飲み薬、それに加えて鼻に入れる点鼻薬、そして目がかゆい患者さんには、点眼薬を処方します。花粉症に備えるにはどうすればいいですか？規則正しい生活を送ること、十分睡眠をとり疲れを残さない、そうすることによって免疫力が高まる、あるいは自律神経が乱れないなどによって花粉症を起こさないようにします。外に出るときはマスク、しかもマスクを一つのマスクだけでなしに、中に、ガーゼなどを入れて、それをインナーマスクというんですが、二重にするマスク、およびメガネをかけて、花粉が目に入らないようにする。そして、家の中に入るときには玄関入る前に、コートなどを脱いで、花粉を振りほどくようにして、家の中に花粉を持ち込まないようにしたらいいと思います。最後に花粉症に悩む皆さんに一言お願いします。花粉症が始まるシーズンは本格的には3月からです。よって2月の時ぐらいから早めに受診していただくと、早期投与を開始することによって花粉症の症状を幾分か和らげることができます。それに加えて最近いい薬ができてまして、舌下免疫療法といいまして、体の体質を変える治療ができております。その効果は結構ありまして、 90% 以上の患者に効果がありますので、毎シーズン花粉症に悩む患者さんは、その舌下免疫療法を、することをお勧めします。はい、ということで3月から、ね、本格的に花粉症のシーズンに入ってくるということで、はい、花粉症に悩む皆さんは早めの受診を検討してみてください。以上、とっておき高松のコーナーでした。